レイチェルのオレ様ランチ、イエーイ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。ございます。はい、この番組の MC レイチェルこと広瀬レイナです。同じく MC のシンです。今日もお願いします。お願いします。この番組はユーストリームを使って全世界にお届けする視聴者参加型のオンライン番組です。1時間ですね、生でこのギターについてのトークですとか、あとは好きなアーティストの話でですね、こう1時間生でみんなでね盛り上がろうという番組です。はい、チャットやツイッターから参加できるので皆さんどんどん書き込みしてください。はい、お願いします。お願いします。さあ早速流星さん、はい、新年一発目は流星さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん来てくれてる。みんな仕事してるでしょ今。そうだね、仕事始めも始まってるもんね。おコルレオネさん、今年もよろしくお願いしますということです。ありがとうございます。コルレオネさんはね、あの去年のシータタもう驚異の正解率まだ残ってますから。そうなんだよね、今年もこのままの、ね、勢いで当ててほしいね。そう、今週もね、持ってきましたから CD を何枚も、ぜひ当ててください。そしてしんちゃんさん来てくれてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実家とは帰ってたのかなみんな。そうだね。あ、マサさん来てくれました。おー、どんどん来てくれるの嬉しい。ありがとうございます。やっぱこう、新年…お、ミルキーさん。いいね、この、こう、かぶせ具合。続々とね、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱこう、新年一発目からこう、みんなのコメントを見れると嬉しいわ。うん、確かに。うん。さあ、新年じゃないや、年越しから。はい。結構…2週間。そうだね、お子様ランチ、しばらく…ね、やってなかったから、うん、その間何してたか話いっぱいあるんじゃない。さすがに皆さんもいっぱいあるでしょ、うん、こういうことしたよっていう。もう僕はね、うん、もう見た目からして変わっちゃったからね。確かに本当だ。あ、そうだよね、うん、そういえば見た目がもう全然色違うでしょ。本当だ。でもなんかね、実際の色と画面に映る色が全然違う、うん、どう見える。え、なんか画面だと暗いけど、うん、実際見るともっと明るい。カメラの具合もあるんだろうけど、うん、そっかそっかそっか。マサさん、シンさん若返ったって。確かに若く見えるね。ああ、なんかなんか、うん、若くなったっていうか、チャラくなったっていうか。チャラくなった。なんか、まあいいんじゃない。あの、イメチェン、イメチェンね、うん、いいと思う。この際性格もチェンジしちゃおうかなっていう。おー、いいね。2014年はじゃあ、うん、もう中身を変えていくという。だって僕も今年であれですから、大台乗っちゃいますからね。マジですか、うん、やばいね、それね。けど逆に、なんかもう、その上がるにつれて、うん、若いって言われるのが嬉しく感じてくるじゃん、うんうん、だからどんどん若くなってやろうっていう気持ちは前よりが高くなって、うん、なるほどね、うん、いい意気込みで、年賀状ありがとうっていうことです。ありがとうございます。だからはなかったけど。ごめんなさい。全員にね、手書きで書いたんで、ちゃんと読んでくれたら嬉しいです。頑張りました。で、年越し何やってたの。年越しですか、うん、年越しはね、実はすんごい寂しかったんです。それはなんとなく分かってたけど。いや、分かってたと思うけど、その話を聞きたいよね。いやね、うん、すごいね、うん、明けましておめでとうメールとかってみんなやるじゃん、うん、ね、待ってたわけですよ、こうやって僕は、うん、待ってたわけですよ、うん、で、カウントダウンで、なりましたと、シーン。え、もう私送ったじゃん。送った。うん、いや知らないよ。あ、 LINE でだけど。なんだよそれ。しかも俺からメールして来たわけだけど、君から来たわけじゃないでしょうか。そう、シンから明けましておめでとうみたいな感じで LINE で来てたから、私がスタンプをバーって 連打しただけっていうね。なんかと俺迷惑メールかと思ったもんね。ハッピーニューイヤーっていうこうスタンプがさ、ブワーって出てさ、画面どこ行ってもそのスタンプしかないから、これこう新年からこいつすげえ嫌がらせしてくれた。いや、しん、なんか寂しいかなと思って、あの携帯鳴らないかなと思って。鳴らなかったですよ。私がいっぱい鳴らしてあげようと思って、優しさでこういっぱい押してあげたの。あの音量をマックスにして、バイブレーションもオンにしたけど、全くうんともすんとも言えなかった携帯。かわいそう。だから自分からツイッターでこうってつぶやいて寄せ集めた感じだったね。だけどね、やったらちゃんとみんなすごいいっぱい返してくれてね。そうそうそう、それすごい嬉しかった。嬉しかった。ありがとうございます。え、それじゃあ一人で過ごせたってこと。当たり前じゃないですか。え、マジで。え、3、2、1の瞬間は3、2、1。一
人だ。もう部屋で、部屋で一人ですよ。マジで、友達とさ、なんかさ、あれ年越しやろうよみたいな、なんだよ、ね、友達は今年から作りたいと思います。かわいそすぎる。いやマジか、ね、そこまで、そこまでなんか一人だと思わなかった。そこまで一人でしたよね。私は友達と過ごしてましたね、しっかりと。なんかね、うん、あの一人ぬけぬけと、そう一人じゃないけど僕を差し置いて、うん、楽しんでいたみたいで。そう楽しかったです。年越しなんかいつも同じメンバーで集まってて、うん、こう中高ぐらいの友達と、地元の友達と、うん、でみんなでワイワイしながらテレビ見ながら年越してみたいな感じ、うん、いいじゃないですか。皆さんどうでしたか。どうだったんだろうね。過ごし方は、リュウセさんはね、ファンクラブ入ってないので、そっか、年賀状は来ません、けど今年中に入りたいと思います。おお、入ってください。ぜひ、ぜひ、うん、お願いします。ぜひ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 。あの、ファンクラブに入ってる人には年賀状が全員届いてる感じ。そう、ファンクラブに入ってる方には全員に書きました、うん、すごいいっぱい書いてたもんね。そう、かなりのかなりの量書いてたから、もう腕超痛くなったけど、でも、うん、なんかね、一人一人にやっぱり書きたいじゃん、うん、年賀状って、うんうんうん、だから書きましたよ。友達には書いてないけど。俺もね、書いてないわね。年賀状書かなくなるよね。書かなくなる。そう、 LINE とかメールとかがあるから別にいいやってなっちゃって、うんうんうん、そう、ただおばあちゃんとか親戚の人とかにはちゃんと送ったけどね、はい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 、まだお年玉もらう？もらわないね。もうもらわないか、さすがに、うん、あ、でもお年玉、あ、お年玉っていう、うん、名前ではもらわないけど、お小遣いではもらった。そう、お年玉って言うんだよ。お年玉って言うんだ。しんちゃんさんは、あ、しんちゃんさん、富山には帰ってないんですか。全然帰ってません、僕。え、なになになに、しんちゃんさんが、あ、富山ね、帰ったのって聞いてくれてるから。しんちゃんさんはだって帰ったんでしょ。あ、帰ったんだ、うん、金沢に。すごい、いいね。僕は全く帰ってないですよ。で、親とは電話しましたけどね。おー、うん、なんだって。いや、頑張ってんのって頑張ってんのっていうぐらいですよ。お、早くね、親孝行しないとね。したいですよ。そ、今年は頑張んないとね。いや、そうですね、うん、今年も、ね、髪の色 もう染めましたし、うん、新規一点頑張ろうかなと。なるほど。こんだけ明るくしたの結構ね、初めてかもしれない。あ、本当に、うん、前結構明るくなかった。あのね、いや、ここまで明るくなかったの。あ、そうなの、うん、自分で染めてないよね。もちろんもちろん、美容室、うん、だけどこれ第一段階だから。あ、そうなの。もっともっとあの明るくなります、これから。最終的に白くなるみたいな。マジで白くはない、まあ、シルバーで。すごい、そうなんです。楽しみじゃん。みんなもちょっとイメチェンしてみたら、すごいね、気分があの上がるよ、一瞬。確かにイメチェンいいよね、うん、私もイメチェンしたいんだな。なかなかほら、レイナはこう仕事上できないじゃん、そういう髪色には。そうだったらもう俺が好きなだけやってやろうかなと思う。なるほどね、うん、ずるいな。私もなんかやりたいんだけど、なかなかね、このこれ以上の髪型がね、作れないからね、うんうん、なかなかね、皆さんからね、正月どう過ごしたってなかなか送ってこないから、あまりこう、みんな言いたくないのかな。昨日から久々の、なんていうの、実家暮らしかな。実家かな、なんか、これ見ればいいのか。年賀状が130。ほうほうほう、うんうんうん、今日、それとも去年減ったって感じ。まあ、だから年々減っていくんだよ、年賀状って。あ、そうなのかな、うん、だから年賀状書くって、ね、習慣がちょっとずつなくなってくるからね。ね、あ、久々のアパート暮らし。アパート暮らしで、上の階の方が1時ぐらいからドタドタして何があったんだろうね、そのミルキーさんの上の人は。今年年賀状130枚しか出せてないってか、130枚出せたのがすごいわ。すげえな、ね、俺途中で断念するよ多分。私も130枚は結構辛いよ、ね、だって右手つるでしょ。ね、いや、すごいな、ミルキーさんのその忍耐力っていうか。リュウセさんは、去年俺が一番ハマった音楽を先週発表するのを忘れてしまったので、ここで発表します。去年一番俺がハマったのは AKB48 の恋するフォーチュンクッキーです。お、俺もね、実はあの曲が一番好きね。可愛いよね、あの曲、うん、そう、なんかさ、なんか可愛らしくて、うん、ダンスもなんか分かりやすくて、そう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 、なんかね、今までのその AKB の曲テンポ速いやつが多かったから、うんうんうん、なんかすごくまったりして、こうみんなでこう楽しめる曲みたいな。俺もね、それ分かる。確かに、すごく。そうそう、しんちゃんさんはビヨンセらしい。ビヨンセのアルバムもユニバンで買いました。へー、
おすすめ。おすすめです。いいね、ビヨンセ。ビヨンセも私全然最近聞いてないけど、昔はすごく好きだった。あのディスティニーチャイルドの時の、はいはいはい、大好きでずっと聞いてた。みんなもやっぱ変わらず聞いてくれてるんだね。はい、そう、信者さんは、俺は1日に帰り、3日の日どっかの駅が火災。あ、そうえ、どっかの駅が火災になり、前原駅から乗り換えの時1時間以上ホームで待ってました、寒いよ。前原ってすごい寒いよね。そうなの、うん、地元遠くだね。いや、地元ではないんだけど。地元じゃない。僕も通ったことあるんですけど、うん、やって、この季節ずっと待ってられないよ。へえ、そうなの。どこで火災があったんだろうね。大変だね。それはまあ、いきなり新年早々飛んだね、ちょっと境遇でしたけど、あの例のはもう風でね。そう、私も新年早々もう大変でして。今も大丈夫？今は、うん、まあまあ大丈夫です。熱はもう全然なくて大丈夫なんだけど、うん、なんかは知んないけどね、多分遊びすぎたんだろうね。31、1日にかけて、2日の夜かなに熱が出ちゃって、で、うなされて起きたの。何があった？もううわーって言ってめっちゃうなされて、布団ぐちゃぐちゃにして起きて、で、寝ようと思っても寝れなくて、うん、あれ、もしかしてこれ熱があるのかもしれないってその時気づいて、熱測ったら8度8分とか。そうかそうか、まあ、俺が夜やってたからね。え、何？こうやってやめてそういうことだったの。お前は一人で遊びやがって。うわー、最悪だわこれ。それ本当だったら私もうやり返すわ。本当に本当辛くて、で、3日の日にね、あの家族でみんなで、あの、なんだっけ、初詣に行こうって言ってたのに、はい、行けず、私一人で置いてかれて、はいはいはい、うん、だからこの間ちゃんと行ってきました。行ってきましたか。一昨日かな、一昨日ぐらいかなに行ってきました、うんうん、コルデオーネさんはお正月ではありませんが、紅白を完全に全部見ました。すごいね、頭から最後に見たんだ、すごい。アマちゃんがね、すごかったですね、紅白は。本当、私紅白ね、ちょっとも見てないんだ。あ、本当に。今年はね、演出がすっごい派手だった。見たかった。去年か。いや、なんかさ、違う、チャンネルの取り合いなんだよ、もう。あー、そうだね。そう、ちょうど年末はボクシングやらガキの使いとかやってたからね。そう、あとはなんだっけ、あの、アームレスリングとか。はい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 、はい、そう、みんなで取り合いしてて、全然見れなくて。うんうんうん、そう、そっかそっか。けど、確かに俺もね、全部見てないんだけど、うん、久しぶりに紅白、俺ちょっと見たらすぐ変えちゃったんだけど、うんうん、今年はね、そう、食い入るように見てた。へぇ、なんかね、こんだけ結構演出派手にやっちゃうんだよ、NHK。うんうんうん、それぐらいね、サプライズがいっぱいでした。へぇ、そうなんだ。うん、去年の紅白は。今年はどうなるかわかんないんですけど、うん、まあ、そう、見応えある年末だから、一人だから寂しかったからさ、テレビ、紅白見て、紛らわすしかなかったからさ、俺も。みんなガキつか見るって言ってなかったっけ？あ、言ってたよね。見たのかな、うん、ただデカ、ミルキさんは出稼ぎや自動車トラックの荷台を作る工場で、来週から3月末までなので、お父様がリアルタイムで開けなるのが聞けなくなるのが寂しい。悲しい、それは。ほう、そうかそうかそうか。じゃあアーカイブでってことか。そうだね、アーカイブをじゃあたくさん見てください。うんうんうん、ね、リアルタイムで見れない分。そうかそうか。うん、そうですね。で、そう、私そのね、お正月に初詣で3日以内に行かなかったの初めてで。あ、そうなの。で、いつも結構おみくじとか引くと、はい、大吉とか、はいはいはい、まあ、悪くてもなんか中吉みたいな感じだったんだけど、うんうん、今年吉だったの。まあいいんじゃない、今日よりも。いや、今日は出てほしくないけどさ。いや、でもなんか、いや、多分私の中では3日以内に行かなかったせいでなってしまったって思ったのと、あといちご飴とりんご飴が食べれなかったことにかなりショックで。そうか。そう、毎年食べてるのね、いちご飴とりんご飴。送ってるよね。そう、あれ大好きで、年に1回しか食べれないのね。年に1回、まあその時期に楽しみにしてるんだろうね。そう、はいはいはい、なのに行ったら、まあ、出店は出てたんだけど、うん、あんまりなくって、やっぱり少なくて、はいはいはい、なくって、そのいちごアメリンが食べれなかったの、うんうんうん、だから2014年始まった気がしなくてさ。まあ、それを食べていつも今年1年スタートって感じだ、ね、そうそうそう、あるよね、そういうみんなのさ中でさ、今年1年はこれで必ずスタートしたみたいな。
そうか、それがちょっと出だしがつまずいた感じ。出だし超つまずいた。じゃあこれから上がっていくしかないね。そう、でも悪い部分をほら最初に出しちゃったから、はい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 、あとは全部いいかなって、良くなる方向にね、そう思っとけば、まあ、うん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 、まあまあいいかなって。僕もおみくじ引きましたけど、自分で持ち帰ってきましたよ、ちゃんと。え、持って帰ってきちゃったの？持って帰ってきた。ダメじゃないそれ。いや、いいんだって。あ、いいの？うん。なんで？なんか悪い、例えばちょっとこれはなんか神様にお願いしたいなっていう時はこうなんか縛って、うん、あの例えば悪いことが書いてあった時にどうか守ってくださいみたいな感じで、うん、こうやってあの金に縛り付けたりするんだけど、うん、別に持ち帰ってもいいらしい。え、じゃあ、お、あれ大吉？いや、末吉。え、なんで持って帰ってきたそれさ、絶対結んできた方がいいじゃん。思うんだけど、うん、皆さんも多分あると思うんだけどさ、おみくじ引くじゃん、うん、ああそうなんだそうなんだと思うじゃん、うん、絶対1ヶ月後忘れてるでしょ、おみくじの内容なんて。そんなもんでしょ。だけど俺はちゃんと覚えておきたかったの。なんで？なんか悪いことってか末吉は覚えなくてよくない？例えば大吉だったら、なんか末吉でもさ、いろいろ書いてあるじゃん、こう待ち人とかさ、仕事とかさ、うん、ちゃんとあれを覚えておきたかった。なるほどね、うん、ちなみに仕事は何て書いてあったの？仕事は何て書いてあったかな。え、持ってんの？持ってんの？え、持ってんの？あの、財布に入れたらいらっしゃるみたいな財布に見たい見たい。財布にね、僕いつも入れてるんですよ、うん、これね、あの渋谷のね、うん、神社に行ってきまして。お、明治神宮ですか？あ、いや、明治神宮じゃないですよ。あ、違うの？ちっちゃめのとこなんですけど、うん、あ、中吉だった、中吉。あ、中吉？いいじゃん、末吉じゃない、嘘じゃん。何？もう忘れてんじゃん。持って帰ってきてるのに忘れてた。全く意味ないね、僕ね。仕事、うん。仕事っていう項目ないんだけど。ないんだよ。でもめちゃくちゃすぎるです。仕事がないね。仕事っていうのがないね。事業ってのはよ。あ、事業は事業、うん。あまり大きくすると危険ってこと。それ祝ってきてよ、今すぐ縛ってきてやっぱ縛るべきだったからだけど縛ったら俺忘れちゃうから自分の中でなんかこう道に迷った時に、道に迷った時にこれを見て、あ、こうしようみたいなさ、うん、そういうのがちょっとね、自分の中で待ち人、うん、待ち人、うん、来ませんって嘘こずこずってもうやめた方がいいよそれ。やばいねこれ。縛ってきなそれ早く。これ縛ってくるから、今でも間に合うかな。間に合うよ、神様はいつでも待っててくれるよきっと。やばいね、うん、びっくりしたわ。失ったものは出ません、人手にありって書いてある。何それ、どういうこと？盗まれてその人に思ってるってことなのかな。あー、そういうことか。やばいな、ちょっとあんまいいこと書いてないじゃん。書いてないんだけど、うん、俺今までずっと縛ってたからさ、うん、ちょっと今回はちゃんと取っといて、うん、なんか自分の中でこうお守り的にしとこうかなっていうのは。いやー、そうね、うん、お守りになるのかね災いの手紙かもしれない。うん、ほんとやけど、ちょっとね、うん、まあまあ、いや、これお父様ランチはこれはちょっと痛かったのよ。そうね、うん、だからちょっとね、まあネタじゃないんだけど、ネタにしちゃダメなんだけど、うん、持ってきたわけですよ。なるほどね、まあ、いいと思いますよ。その間にまだ皆さんがいろいろ書いてくれてますが、うん、初詣行ってないってしんちゃんさんも。あ、行ってないのか。うん、金沢の知り合いに伝って代わりに初詣代わりに。さすがだな、やるな、しんちゃんさんは。確かに。リュウセさんはスーパー戦隊今年の解禁したっていう。38枚やってるの。え、今度列車戦隊、列車なんだ。何それ、何でもありやな。電車ごっこのポーズをしながら登場します。すごいね、こうやってそれバカじゃん普通に。へえ、面白い、うん、いろんなの考えるね。そうだね。アマちゃんは全然リアルタイムはまらなかったのに、年末の総集編で紅白でハマった。紅白でハマった。そうそう、俺もそうなの。年末でさ、そのアマちゃん、紅白の前にアマちゃんの総集編がやってたの。そうで、俺をその総集編の最後だけ見て、あの初めて見たところが、あのカンっていうところ、はい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 、終わりっていうあれだけ初めて見たシーンなのに、最後の一番最後のシーン見ちゃったっていうマジか。で、なんかすごいですねとかつって、なんか皆さんコメンテーターが言ってて、うんうん、その後に、まあ、紅白見たんだけど、やたらなんかお客さんが騒いでるから、なんかすごいんだろうな演出的にっていう。うんうんうん、僕まだ見てないんですよ、アマちゃんを。なるほどね、うん、私も見てないんだよね。あ、アッキーさん来てくれました。お、ありがとうございます。さあ、はい、
僕ちょ最初の20分喋りすぎて疲れちゃった。困るわ。こっからスタートみたいなもんじゃん。こっからスタートなんだけどね、うん、スタミナが足りなくなってきてるわ。スタミナね、うん、もううまく、ね、あの舌が回らないぐらいになっちゃった、うん、息切れしてるもんね。普段ほら、はい、年末とか喋ってなかったから。そうですね、ここでこう喋ると疲れちゃうっていうね。頑張ってください本当に。ですね、うん、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今ね、音を出そうと思ったら、うん、音が鳴らなくて怖い。よし、シザーのコーナーに行きたいんだけど、足立たなくて聞かずに死ねるかのコーナーに行きたいんだけど、はい、なかなか機械が言うことを聞いてくれないっていう。あ、嘘。はい、しんちゃんさんが、レイチェル戦隊もののオーディション受けないんですか、また出てほしいって聞きました。あ、そうですね、戦隊ものやりたいんですよ。ただ年齢的にもうちょっとギリギリなラインに来てるから、おーおー、ね、そろそろちょっと本気出してやっていかなきゃ、まあ、今年22ですから ね。そうなんですよ。まあ、けどゲスト出演でもね、また出られたらいいよね。うん、出たいと思います。うん、と流星さん、ガキツカ録画して今見てますって。え、ガキツカ見た。見た。あ、見たんだ、うん、私すごい笑ったとこあったんだけどな、はい、忘れちゃった。なんだろうな、フォーセーマイフレンズ、どうですかね。え、違う、あ、違う。ね、あのあれ、替え歌のやつ。ああ、うん、なんか可愛いね、コーローのやつ、めっちゃ笑った。なんかね、もう皆さんちゃんとあのテレビ見てたんだね。ね、あ、ミルキーさんは宇宙一のあの子が MC のだってカウントダウンライブ。ほう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 、なるほどなるほど。え、カラオケ大会がありアッキーさんを誘って出たが、はい、予選で85と78で落ちてリオリオ決勝で司会なのに見れなかった。あららららら ら, ら, ら、そうかそうか。アッキーさんと2時間半カラオケしました。うんうんうん、うん、すごいね、大晦日に2人でカラオケに行ってたのね。仲いいんですね。いいね、羨ましい。まあ今年もね、そういう感じで新しく来た人がまたこうこの中でね、つながり持って、うん、ね、仲良くなってくれれば僕たちも嬉しいですね。嬉しいですね。うん、ぜひあの見てる方も書き込みどんどんしちゃってくださいね。はい、はい、やっと音が出たんで。お、よかった。では一発ね、こちらのコーナー行きたいと思います。新の聞かずに死ねるか。はい、こちらですね、あの僕がもうおすすめしているですね、アーティストの曲を紹介するコーナーなんですが、今年はですね、まあ、2014年1回目ということで、うん、まあ、この方が今年はどんどん飛躍するんじゃないかっていう、真のブレイク予想ですか。ブレイク予想です。去年もね、何組かこうブレイクしてくださった方がいたんで、なんか当たった、自分で当たったような気がして嬉しかったんですけど、今年はこの2組、どどん。お、一つは知ってる。一つは知ってますね、うん、こちらはサカナクションというバンドさんです。はい、何度か紹介してますよね、うん、あの様なんちでも。でもう一個が赤い公園というバンドです。赤い公園、うん、ちょっと独特な名前だよね、うん、まあ、全員女性のバンドさんなんですけど、うん、この今年はね、2014年はこの2組がね、うん、一気にこう勢力拡大するんじゃないかなと思います。でもこれサカナクションはもう去年の段階で、まあ、大きな会場でねやってたりもしてたんですけど、あのどっちにも言えるのはね、曲の作曲のセンスが超ハイセンスなんですよ。へえ、うん、あのまあ型に決まってる音楽っていうのもまあいいとは思うんですけど、うんうん、この方々の作る音楽ってすごくなんか創造性があって自由でなんかね独特、うんうんうん、そういうところが他のアーティストにはない部分としてすごい魅力的です。なるほどね、うん、この女の子たちはバンド？バンドです。あ、じゃあもうギター、ボーカル、ベース、ドラムって感じかな。そう、4人でやってるんですけど、あのね、うまい、うまい、うん、演奏技術はもちろんめちゃくちゃうまい。いくつなの？多分レイナより年下かな。なんかさ、みんなさ、最近の子たちってさ、うん、本当にさ、大人っぽいよね。大人っぽい、大人っぽいし、まあ、もう最近ね、演奏のうまさとか、うんぬんはもう男に関係なくなってきたから、うん、このバンドさんはうまいです。なるほど。うまいって、もっとすごいと思うのは、
曲の構成が結構複雑なんですよ、うんうん、であの、まあ、ボーカルの人がね、あギターの人が曲作ってるんですけど、うんうん、あのギターで作曲しないんだって。へギター弾くのに何で作曲するの。ほとんどギター以外のベースドラムあのボーカル、うん、あとは、シンセサイザーうんうん、で大元の曲作っちゃうのってうーんで、あえて人がやらないようなその手法というかね、うん、あの普通ロックとかねポップだったら定番だったらこんなん使わないだろうっていう進行だったりとか、うん、コードの使い方とかそういうところもあえて人が普通で聞いたらうわ気持ち悪いって思うようなところも大胆に取り入れちゃったりとか、うんうんうん、あとはその曲の展開とかねそういう部分でも予想があんまりできない普通、うん、あ A メロ行って B メロ行ってサビとかってまあ皆さんも分かるじゃないですか、うんうん、そういう展開があんまりない。へえ不思議。うん聞いててなんかねこうすごい一曲の尺はみんな短いんだけどそういう展開がとても複雑でよくできてるから情報量がたくさん入ってて、うん、短い時間でも楽しめる。うんでこの人たちはまあ4年目ぐらいのバンドさんなんですけど、うん、今年はどんどんね表舞台に出てくると思います、うんうん僕はこれ予想してます。赤い公園さん。なるほどね、うん、名前をね独特なんで皆さん覚えていただきたい、うん、でサカナクションはもうね皆さんも知ってると思いますがダンスミュージックとポップスロックね、うんうんまあいろいろな音楽を融合させてますが僕はこの方々は今年多分ねもっと大きな会場で広く展開するんじゃないかなっていうのは思います。なんかもうライブハウスを超えた、うん、なんかクラブなんかスタジオ、そう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 、音もすごいいいもんね、うん、使ってるなんかその機材とかもすごくいいし、だから新しくねこういうライブも楽しめこういうライブがあるんだとか、Perfumeもそうじゃん、今まで見たことないような近未来型のライブでしょ、うん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 、でそういうののバンド版というかバンドとしてそういう面白いライブを演出としてやってくれるんじゃないかな。でもっと大きな会場でもっとこう大きなバンドになるんじゃないかなと僕は思います。なるほど、ね、この方々サカナクションもう一回行ってみたいんだよね。サカナクションとかなんかすごいバカでかいこのステージというか、うん、会場で、うん、すごい綺麗な音で後ろからもだってスピーカーあるんでしょ、ね、それを体感してみたくない、うん、そうやってみたい。パフュームも俺今年見に行きたい、もしやるんだったら。ああそうずっと言ってるよね、うん、パフュームはね。ライブ去年東京ドームだったんだけど行けなかったんで、うん、そっかそっか、うん、最近はねライブにねプロジェクションマッピングっていう、うん、知ってる城とかにこう映像投影させたりとか東京駅とか前東京駅にやってた、ああいうのをライブでやってなんか目の前で人間が動いてるように思えないような、うん、面白い演出とかも最近はねライブに取り込んでるんですよ、うんうんうん、ちょっとそういうライブもねちょっと見に行ってみたいなと思うし、皆さんもよかったらね最近は CD が売れない代わりにこうやっぱライブの動員がやっぱりすごいバンドがどん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 重宝されるようになってきてますから、そういう面白いライブをねどんどん外に見に行ってほしいなと思います。はい、なんか毎年さ今年はライブいっぱい行きたいとかさ、去年はね一昨年よりも結構行ったあ本当、うん、私全然実行できてないんだよねそうでもそうでもね一個だけ今年決まってるのがあって、うん、プレゼントしてもらえたんだけど、アブリル・ラヴィーンの2月のライブに行けるんですよ、はい、うん、そうだからそれが今年1回目のライブで、はい、今度ね今後またどんなライブに行けるか楽しみにしてるんだけど、ね、まあ、今年こそ有言実行したいなと思って、はいはい、いろんなライブ行きたいと思います。皆さんもね楽しんでみてはと思います、うん、皆さん覚えてくださいねこの2組、はいはい、じゃ今からこの2枚シータタで使っちゃいます。はい、ぜひ皆さん聴いてほしいですね。で、どうしようかな。この2枚プラス1枚3枚の CD があります、うん、これをですね今からレナに見えないように叩いてもらいます、はい、でどの CD を叩くのかっていうのは当てるクイズでございます、はい、皆さんねおなじみでございますが初参加の方もどんどん参加してみてください。はい、2014年1回目あそう言わせて赤い公園とサカナクションともう一個持ってきたのは今年4月に来日するんですよ、うん、トトってバンド。え、トトトトトト、うん、トトって言うんですか。トトですよ。へえ、もう世界的バンドですよトトといえば。私あんまり知らないかも。あらら、だ
反応がさ、あ、そうと知らない。おかしいな。だってアメリカで一番うまいスタジオミュージシャン集めて作ったバンドだよこれ。あ、そうなの。うん、え、誰がいるの？スティーブ・ルカさん。どこのバンドの人？だからトトダッツの。集めたっていうから。スタジオミュージシャンだからバンドの。あ、スタジオミュージシャンね。そうしない。なるほどね。そう。あれですよ。ビートイットで、あのマイケル・ジャクソンのビートイットとこの人が弾いてる。あ、そうなんだ。ダダダダダダ、この人が作ってる。すごい。もう超売れっ子であり。超あの人気のちょっとそうギターです。え、知らなかった。知らないか、うん、めちゃくちゃうまいよ。本当聞いてみるわ。あのね、生演奏かと思うぐらい。へ、はい、トトです。トト知らないか。ロザーナとかすごい有名だけどな。本当、はい、この3組で、はい、じゃあこの3組でやりますので1回目のシータタ当ててください、はい、2014年1回目。じゃあどれかな、いきます。はい、もうみんなわかるでしょこのサウンド、うん、サウンドですよ。耳すまして聞いてね。耳すませばわかるはず。このサウンドでわかりやすいんじゃない、うんうんうん、わかるだろ。このみんな広がっていく、この広がってるでしょ、この音が広がっていくイメージが、うんうん、届いてると思う、うん、画面の向こうの今いる皆さん、はい、いいですか、うん、じゃあ十分流した、これ分かるでしょ皆さん曲。じゃあ今から1分間の間に回答時間設けますので、小松さんが書いてくれたこの3組のエントリーの中から1組、これだというアーティストを当ててください。いきますよ、スタート。P40 トマホークさん、また来てくださいました。ありがとうございます。アイドルって書いてます。アイドル、本当だ。アイドルですね。アイドルですね。アイドルではなくて、なんていう、アクトレスって何だ。ノーアイドルってノーアイドルって何だ。赤い公園、うん、サカナクション、トト、コルレオーネさんはサカナクションです。サカナクションか、そっかそっか。コルレオーネさんが一発目に書いてなるとみんなそれを真似する。あ、確かにそうだよね。ずっと当ててきてるからね。そうなんですよ。これはすごいですよ。まだ外したことないからね。ない、ずっと正解率 100% だから、ね、めちゃくちゃ音楽詳しいのかもしれない。ね、あとはソーシャルストリーマー、あ、サカナクションって書いてある。お、ちょっと有名ですよ。ほら、信者さんも知ってるよね。知らないか。アッキーさん、サカナクション、ミルキーさんも多分サカナクション、うん、え、ぼ、読んであげるよ。もういい。今年は読まないことにした。もうそうさ、ポーチプレイやるよ。今年は読みません、残念ながら。お魚。ほらね、ほら、コルレオネさんが一番最初に書くからみんなサカナクションって言うんだよ。そうすると、どんどん、もしこれでサカナクションが当たったとしたら、うん、コルレオネさんがプレゼントもらう確率がどんどん減っていくと。そう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 。これはただ、もしかしたら、はい、外れてたら誰かが一人勝ちする。そうかもしれないし、わかんないよね。そうです、そこは分かりません。いいですかね。もうじゃあ10秒前からいきましょうか。お、じゃあいきますか。じゃあ10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、はい、ではですね、2014年最初の問題の正解はこちら。じゃん、サカナクションでした。全員当たりなんじゃない。全員正解です。なんかコルレオネさんがすごくない。そうだね。どんだけ当てるんだって話です。 100% 命中率がやばいな。正解率聞こえてるんだろうね。すごい聞こえてるんだろう。耳が良くて音楽を詳しいという素晴らしい。 いやではですね、これ当たった方が複数いた場合は一人一人に番号をお付けいたします。で、1番はね、コルレオネさんね。うん、2番がアッキーさん。アッキーさん。3番がミルキーさん、はい、4番がマサさん、
5番がしんちゃんさんです。ごめん、はい、はい、まあ、5分の1ですからね、なかなか。ただコルネオーネさんは多分ずっと正解してるけど写真はまだ当たったことない。あ、そうかも、うん、そうだね、だと思いますんで、でここで1回目から運よく、そうですね、当てていきたいんじゃないかなと。ではご本用意いたしました。どれが当たるかは分かりません。レーナが引いた人に当たりたいと思います。では行きます。じゃん、お、2番、2014年の最初の正解者当選者はアッキーさんです。おめでとうございま す。はい、こちら皆様とマークジェンコ -a.com、 こちらにハンドルネームを入れてメールを送ってください。でメールを送っていただけましたら特定のキーワードですね、こちらからお送りします。届きましたらですね、そのキーワードをチャット上に番組終了までに書き込んでください。お願いします。お願いします。やはりアッキーさん取るとこ取ってきましたね。ねえ、来たね、2番取るとこ取ってきました。これでお姉さんがすごい悔しがってるんじゃないかなという感じ。ねえ、次もあるから当ててください。じゃあまあね、サカナクションを外して、サカナクションを外してこれいこう。まあまた LINE にしますね。トトが4月だけど、この人はもうすぐか。もうそうですね、はい、近いと思う。はい、エリック・クラプトンを追加します。はい、この方、いや、これはでも多分音楽的に全く違うから多分すぐ分かると思うんで、うん、よく聞いて当ててください。うん、ではこれはサービスだね。ほう、サービスでこれいく、うん、なるほど。いきます。これはもう分かるでしょ。僕もね、なるほど、そういうのを聞けたらいいな。うん、うん、よし。やっぱりね、こう曲とかね、音に個性があるのはやっぱり羨ましい。なかなかできないから、うん、この個性がすごく出てるから、うん、2問目はそれでもやっ早い、あのフライングしてるフライングしてる人いるけど、まあいいか、はい、じゃあ今から答えを変えてください。はい、よーい、スタート。もうね、ボケを読んでくれないとなったらね、もうこういうところでね入れてくるっていう。なるほど、食うっていう。そう、食ってくるっていう。ミリキさんすごいね、賢いです。そこはすごく考えてきてますね。おー、でミリキさんはエリック・クラプトン、はい、ですね。で、そうだ、で、お、コルレオーネさんもクラプトンって言ってます。しんちゃんさんもクラプトン、はい、エリック、読まないんだった、やめよう。どうして？そこ拾わない。もう読まないか、もうチャッターさんのすごい、みんなの渾身のボケをどんどん潰していくっていう。そう、今年はひどいな、ボケ潰しに走る。はい、どんどん書いてください。2問目もね、まあ、この正月にどんだけ皆さん曲を聴いたかにもよるんじゃないかな。そうだ、ね、今日は結構王道な CD を持ってきたんでね。はい、どんどん書き込んじゃってくださいね。コモさん、お、コモさん来てくれました、ありがとうございます。そしてエリック・クラプトン、ほう、まあけどもうね、来日するクラプトンですけど、次来るのかね、もう。いや、来ると思う。てか、そのうち日本に住み始めるんじゃないかな。してくれたら嬉しいけどね。うん、いや、なんかそんな気がする。多分、その結構ライブじゃなくても来てくれそうじゃない。うん、お忍びでね。そうそう、俺も一回生でクラプトンのギター聴いてみたいな。ね、どんなもんなんだろうって。なんか行く、誰か行くって言ってたんだよね。あ、本当に？そう、そう、言ってた。ぜひぜひ。羨ましいなと思って。武道館でやるんだっけ、確か。うんうん、一番武道館でやってんだよね。そうね、クラプトン、海外アーティストの中では。もうみんな同じか、これも、これも同じ。みんな真似しちゃダメだよ。ちゃんと聞いて答えてね。まあけど問題が進めば進むほど、まあ、確率はね、人が少なくなれば、うん、当たる確率は増えるんで、はい、じゃあいいか。じゃあ10秒前からいきます。
10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、はい、正解は2問目正解はですね、このギターの音色はこっちの人ですね、こちらです。じゃん、はい、エリック・クラプトンでした。いや、やっぱりこの人の音色はね、真似しようとしてもできない。うん、うん、音の個性はやっぱみんな伝わったんじゃないかな。うん、すぐ分かったと思います。ということで多分全員正解。おろろおろろろ。ということでコルネオーネさんはいまだに正解率 100% です。素晴らしい。不敗神話みたいな。まず1番目がミルキーさんで、2番目がコルレオーネさん で3番目がコモさん、はい、4番目マサさん、5番目シンちゃんさん。はい、はい、5名。また5名か。そうかそうか、なかなかね、5分の1で、20% っていうのは当たりづらいんですよ。だけどね、皆さん写真欲しいと思いますので、まあ、どれを引くかは例の次第なんですが、じゃあ5本集めました。2問目の、プレゼント当選者は誰になるでしょうか。あ、てれ、お、1番です。ということはミルキーさんです。ミルキーさん、おめでとうございます。ございます。こちら、おとさま @genko-a.com、 こちらにハンドルネームを入れてメールを送ってください。で、こちらがですね、特定のキーワードをですね、メールを送っていただけたらお届けしますので、そのキーワードを確認しましたら番組終了までに、チャット上にそのキーワードを書いてください。お願いします。お願いします。惜しい。惜しいですね。じゃあもう一問。もう一問やりましょうか。いきますか。まだ全然できますよ。どうしようね。あ、これにしようか。おお。名盤。いいですね。ザ・ビートルズ。サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。棒読みでしたけど大丈夫ですか。いや。けどこれはね。ビートルズの中でも名盤の呼び声高い一枚なんじゃないですかね。なるほど。え、知ってる曲入ってる？そんなないかな。ないのかよ。ないのかよ。これはすごく見るんだよね、このジャケットは。わかる。でもこれね、有名だよね。うん。これをですね、今から入れます。はい。じゃあこの3枚でありますので、よく聞いて当ててください。まあちょっと優しい問題をちょっと最初は行こうかな。うん、じゃあ行きます。はい、流れましたこの曲。やっぱりね、こう聴いていくうちにね、このやっぱ勉強になる、うんうん、僕はね、うんうん、ミュージシャンとして、うんうん、なるほどね。まあ、これもなんとなく聴いた、聞けば、あ、うん、このアーティストかなっていうのは大体わかるよね。耳が頼りだね、完全に。耳が頼りです。皆さんも聞こえてくるその曲は何なのか、うん、どのアーティストなのか、はい、自分を信じてやってください。はい、では回答いきます。よーい、スタート。書いてください。さあ、3問目ですが、昨日エルヴィスの誕生日でしたね。ほう、そうなんすか。生きてたらおいくつだったんだろうね。結構あれじゃない、70歳ぐらい。うん、もう70ちょっとかな。アッキーさん、キーワードを送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。届きました。そうだ、皆さん2月17日皆さんどうか来てくださいこの日ね。ライブがありますね。うん、箱でのライブは2月17日が最初です。その前にね、ちょっとね、週末とかね、空いてる時間にストリートとかやりたいなとは持ってますが、はい、みんな最近寒すぎてさ、風邪ひいてない？大丈夫？そうだね、最近ひどく、えらく夜の気温が低いよ、5度とか。朝はね、ポカポカしてる時もあるんだけどね、うん、なんか夜とか夜中とかいきなり寒くなるよね。そう、急に寒くなるからね。そう、皆さん気をつけた方がいいですよ。気をつけた方が、なんかね、あれだって外に出るときにマフラーをいきなりしたりとかしない方がいいらしくて、うん、あ、そうなの？そう、なんか家の中からもう
なんか、あそう、エアコンとか切って外と同じ温度にしてマフラー巻いて外に出るみたいなことしないと体にすごい悪くて、悪いんだよね、そう、負担になってすぐ風邪ひくって言ってた。寒い時期になるとお風呂上がりで倒れる人が多いって、そういう理由でしょ。あ、そう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 、あの温度差で、うん、皆さんもね、気をつけてください。僕もちょっとね、年齢も年齢だから、うん、気をつけないとなと。そう、最近ただでさえ去年フラフラしてましたから、そう、すぐ風邪ひいちゃうから、うん、気をつけて。コルネオーネさんはトトって来てますね。コモさんビートルズ、マサさんズートルビ、ミルキーさんはトト、昔やっぱり便器で言えばトト、今は減ったな、トートね、トートね。しんちゃんさんビートルズ、あ、ズートルビ、今みんなズートルビ必ず一回言う。え、なんなのズートルビって。ズートルビっていうバンドで、あ、があったってこと。あ、そう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 、あ、そういうこと。あの商店の座布団持ちの山田くんが、あー、はい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 、山田くん、いつも座布団取ってく人いるじゃん、はい、あの人がいたバンド。へえ、そうなんだ、わかりづら、うん、結構昔30年ぐらい前だね。あ、そうなんだ、うん、じゃあそろそろ締め切りで、はい、では10秒前からいきたいと思います。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、正解は最後の問題、3問目の正解はこちら、じゃん、赤い公園でした。ということで誰も正解者ゼロ。残念。残念でした。分からなかったか。ね、まあみんなまだこれは聞いたことないのかもね。じゃあこれを機に皆さんこれ聞いてください。はい、これぜひあのシンが今年来ると思ってるアーティストなので。ぜひぜひ。チェックしてください。お願いします。お願いします。ということで、シータナのコーナー、今週はお二人か。うん、お二人に写真をプレゼントしたいと思いますので楽しみに待っててください。シータナのコーナーでした。では最後にね、一曲入魂ですが、はい、ちょっとねマイクの一つずらします。今年1回目の何の曲でしょうか。何の曲ですか。はい、これはね僕がおすすめしたいんですけど、シンがおすすめの曲です。何度も口にはしてるんだけどね、カイリーっていう女性ロックアーティストがいるんですよね。その方の Crazy for You っていうのがあるんですけど、まあ、新年一発目ですからちょっとテンポのいい曲でノリよくやりたいなと。OK? ではですね、まあちょっとテレビで聞いたことあるかもしれないですけど、とてもいい曲なので皆さんぜひぜひこれを聴いてみてください。ではカイリーで Crazy for You。届けこの想いを夜空は君への滑走路、ハートを揺らすよ君の声、お願いこれ以上散らさないで、駆け引きなんてできなくって、今すぐ会いたいよ、 I'm just crazy for you。
その前よ夜空は君へのちゃんとの本当を貫くよ君の壁お願いこれ以上散らさないで駆け引きなんてできなくて今すぐ会いたいよ I'm just crazy for you なんじゃないかなと思って、はい、こういうノリノリ曲もねどんどん作っていこうかなと思ってるんで、はい、はい、じゃあ最後に、告知をさせていただきたいと思います。番宣です。はい、まずですね、レインボータウン FM さんでミュージックデリバリー DX 今年もやります。第3土曜日17時から勝美さんと一緒にやりますので、はい、ぜひ聴いてください。うん、そして。次回の放送が来週になるのかな、うん、キバオープンスタジオで放送してますので、ぜひぜひ見に来てください。お願いします、はい、そしてまたまた同じくレインボータウン FM さんで広瀬玲奈のロッカビートカフェ毎週日曜17時から放送します。しています。木曜あじゃないキバオープンスタジオで、うん、やってますので、はい、ぜひぜひこちらもキバオープンスタジオまで見に来てください、はい、お願いします。そしてオールカラーうちうちみやすいコードブック発売中です。うん、で今度もう一個うちうち優しいエレキギター始めましたっていう教則本も私出してるんですけど、今度ね今月かな、うん、今月の予定ですか。今月の予定なんですけど、また新しく宇宙一優しいアコースティックギター始めましたと、宇宙一優しいウクレレ始めました、はい、両方、ブライトンが出てるのが出ます DVD ね、はい、で編集は終わったそうです。あ、終わったんだ、うん、嬉しい。ツイッターであの連絡来ました。なるほど、はい、なので1月に出ると思うので、これから始めようと思っている方ぜひぜひチェックしてください、うん、また詳しいあの発売日などが出ましたらブログに書きますので、はい、お願いします。そしてブライトのファーストミニアルバムフェア発売中です。これさ、もうすぐで1年ですよ。おお、1年、うん、まあいろんな方に1年、買っていただいて聴いていただいてると思いますけど、うん、まあ、2014年もね、頑張って活動していきますので、うんうん、その中で初めて知ったって方はこれを機にね、ブライトの CD を買っていただければ。どうやったら買える？Amazon か、はい、全国 CD ショップで買えます。そして私のやってるラジオに遊びに来てくれた方にも販売してます、うん、あとはストリートライブでも販売してますの です、ね、ぜひぜひお願いします。お願いします。あとはですね、じゃん、ブライトンの2014年初ライブ決定しました、うん、2月の17日月曜日にあります、うん、オープンが18時、スタートが18時半、はい、場所は代官山ループというところです。当日はね、女性ボーカルさんが結構出るというか、はい、いろんな、顔ぶれがね揃ってるんですよ、僕たち以外にも、うんうん、なのでよかったら僕たち のブログとかでね、どういうライブかちょっと詳細見てもらって、うん、あの女性ボーカルが好きな人とかロックが好きな人、女性ボーカルでね、そういう方はどしどしね、うん、来ていただけたら嬉しいなと。その日すごい見応えあるライブになってますので、お時間ある方は、まあ、月曜日ですがお仕事終わりもし来れたらぜひお願いします。はい、時間的にもね来れる時間だと思うので、うん、まあ、まだ何時に僕たちが出るかは詳細決まってないんですが、うんうん、ぜひね来れるって方はそのチケットの買い方とかもね、予約の仕方とかもブログに載せてますので、はい、ぜひそこを要チェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、ブログがですね、じゃん、アメーバオフィシャルブログで広瀬玲奈で頑張れイチョルというブログやってます。そしてブライトンではスタートオブドリームというブログやってます。そしてシンはシン星ブライトンというブログやってます。
こちらに全部詳しい情報を書いていきますので、全部ここでチェックしてください、はい、あとは YouTube でブライトンチャンネルとレイナ広瀬チャンネルやってます。最近ちょっとサボり気味なんですけど、動画作りたいなと思ってます。そうそう、そろそろちょっと作り始めるので、またこっちも要チェックということで、ね、なかなかこう寒くてストレートがなかなかちょっとやりづらいっていう環境もあるので、うん、その分ね、まあ、立ち止まっててもしょうがないんでね、うん、あの自分たちで、まあ、できない分は、まあ、動画を作ったりとか、うん、いろんなちょっとライブに来たら面白いよっていうような特典考えたりとか、うん、まあ、いろんなことをちょっと考えてるので、ぜひね、ブログと合わせてライブも来ていただいて、見ていただけたらと思います、はい、そしてツイッターやってますやってますね、はい、ツイッターでリツイートとかね、情報とか流してるんで、気になったらリツイートしてくれたら嬉しいな。はい、お願いします、うん、シンのと私のと、あとブライトンの情報っていう、はい、あのやつもあるので、はい、3つともフォローしてくれればなと思います。お願いします。あと Facebook ですね、 Facebook もやってますので、うん、ぜひぜひ友達登録なんかお願いします。お願いします。はい、そんな感じです。まあ、まあ、ライブまで1ヶ月半ですけど、うん、まあ多分今までの経験から分かってるんです、あっという間ですから、うんうんうん、ね、あっという間ですから、皆さんもね、気づいたらあっという間に2月になってるっていう、そうだね、なってると思いますけど、まあやっていく中でね、あれ何やってたんだろうってならないように、うん、特に2014年は僕たちも気を引き締めて頑張っていきますので、皆さんもね、これを機に、今日は初めて見た方もいるのかな、どうだろうね、2014年初めてブライトンっていうのをこの番組を通して知ったっていう方もね、増やしていきたいと思ってるので、そこは皆さんも協力していただけたら嬉しいし、うん、ね、僕たちもちょっと面白いようなことをどんどん発信していきたいなと、うん、それな、目標いろいろあったじゃん、去年の目標がどうのこうのって言ってた、ね、あったね、僕は決めましたよ、お、発信力だね、発信力を、おお、なるほど、誰よりも発信していこうっていう、よかった、やっとね、ちゃんとした目標が決まってもうなんか去年までは何もなくてどうしようかと思ったけど、そう、 そうね、そしてミルキーさんからキーワード届きました、ありがとうございます。3ヶ月はボケ狙いの男はいないので、レイナ新春まで安心してお友達ことしようと思います。安心なの？いや、いないのは悲しいけどね。そうそうそう、いないのはね、いないのは寂しいんだけど、うん、まあ、また3ヶ月したら戻ってきてください、ちゃんと、ぜひぜひ待ってますから、はい、そうで、私も今年はちょっと、まあ、いろいろ頑張ることいっぱいあるんだけどやることが多すぎるって、やることが多すぎて、もうどっからやっていいか分かんないんだけど、うん、とにかく、まあ、なんだろう、演技と音楽をやるのはもちろんじゃん、うん、プラスして、まあ、勉強すること、ね、語学ね、語学とか、あと普通に普通の勉強、普通の勉強、普通の勉強もしていきたいなって思って、うんうんうん、頭良くなりたいなって思ってそうそう、まあ、やっていくので、まあ、今年もね、1年間また音様ランチを含め全部よろしくお願いします。とりあえずライブに来てください。とりあえずライブね、ストリートライブも決まったら、告知出しますので、うん、できればね、週末とかやれたらいいかなと、はい、はい、ではですね、はい、まあ、1回目の放送でしたが、うん、こうやって皆さんが集まってくれて本当に嬉しかったです、はい、ありがとうございます。ではですね、来週もぜひ皆さん見てくださいね、はい、では今週はここまでということで、最後に決めのポーズで終わりたいと思います。木曜12時からは音様ランチ、来週も見てください。